はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いやセカンドチャンネルねやっていきたいと思います。はい、またまた、告知ですね、三角スタンドの、近くの修善寺ヒュッテでですね、4月7日七夕の日ですね、七夕の日にですね、小太郎が修善寺ヒュッテに現れます。はい、時間はですね12時から17時でね、主に LTM のポップアップですね。はい、新しい T シャツとかですね、スリーブレスとかですね、あとガベッジバッグです。あ、ガベッジバッグ再入荷しましたんでね、今までちょっと売り切れやったんですけど再入荷したんですね、興味ある方はね概要欄チェックしていただけたらなと思います。はい、それとですね、まあそんな感じで、LTM の、ベースレイヤーのね、生地を見ていただけたりとかね、サイズ感を合わせることもできますんでね、あと僕とですね、ちょっとした山のお話とかですね、チャンネルのお話とかね、ちょっと花咲かしてみたいかなと思いますんでね、また、ぜひとも、来ていただけたらなと思います。で、ね、そこで、ゆかさんですね、山飯のゆかさんの、ゆえる弁当のですね、なんだっけ、ゆえる弁当のワークショップですね、オリジナルのゆえる弁当が作れるってね、でそこで限定のねシーフードがねできるみたいなんですよね。シーフード弁当を作れるっていうね、シーフード弁当とかシーフードのゆえる弁当を作れるっていうところなんでね、またチェックしていただけたらなと思いますね。そこで、オリジナルのゆえる弁当を作ったりできますんでね、当日はですねおそらく晴れ予報なんでですね、金柑山とかね、朝だるま山とかね、富士山の見えるね、立派な、ほんの1時間ぐらいのね、登り1時間ぐらいの山がありますんで、そこに登ってですね、晴れなんで、で、修善寺ヒュッテですね、LTM のポップアップ寄ったりとか三角スタンド寄ったりとかですね、非常に充実した1日になるかなと思いますんでね、ぜひ、7月7日、お待ちしてますんでね、来ていただけたらなって思います。はい、今日はですね、もう一人でやるの限界かなっていうところですね。はい、まあ、ありがたい話ですね、LTM というブランドをね、作りましてですね、去年ですね、ほんでなかなか忙しくさせていただいているという感じになってますね。そこでですねやっぱりね動画、前までね、もう狂ったようにね週5、6本、7本下手したらね、メインチャンネル、セカンドチャンネル上げてたんですけどもね、さすがにですねポップアップあったりとかもう出荷あったりとかね、またその新しいものづくりのね、ミーティング等々あったらですね、動画の方が編集がちょっと回らないなっていうね、でもですね、今の僕があるのはですね、YouTube ですね、 YouTube のおかげってことで YouTube をねアップしたいんですけども、なかなか一人じゃ手が回らないところね、今ファッションチェック等々はね、ごく一部、ですね外注をしてるんですけどね、もうちょっとね、外注の比率を増やしたいなっていうところですね。もっと言えばね、もっともっと外注の比率をね、外注もっともっとね、外注した方がいいんじゃないかなっていうところですよね。でそこでね、新しいことをチャレンジするところはね、そこに集中してですね、まあ、僕が今までやってきたことでね、他の人がね、できるようなものであればね、お任せするということですね。だからその入荷日の大量出荷とかもですね、ちょっと任せていこうかなというところでね、4月31日にね、新しい事務所に引っ越しますんでね、ちょっと広なりますんで、そこでね、ちょっと誰か、雇えたらなっていうところですね。はい、でね、あとですね、そうやな、事務仕事もちょっと任せていきたいなっていうところね、まあそうせんとね、ビジネスが大きくならんのね、誰かに任すっていうところがね、今考えてるんですけども、なかなかね、それが、日々の仕事を忙殺されててね、なかなかうまいこといかんってところですね。まあここがね、大きくなる、長くなる、長く続けるっていうところのね、ポイントなんでね、今ちょっと、もがき苦しんでるところでございます。はい、ね、まあ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 そうは言いつつもね、動画もね週 2,3 本は、週 2,3 本、2本じゃ少ないな、3本以上ですね、せめてね、3本以上はアップしていかなあかんなって思うんで、まだまだ動画も溜まっているんでね、今からねちょっと編集頑張っていきたいと思います。まあそんな感じで、ほなさいなら。